はい、えー、10月15日に卓研の試験が無事に終わったということで今週からは久々に関研の勉強動画を上げていきます昨日は関研の試験日でしたね受験された方お疲れ様でした実力を発揮できたでしょうか私は今回の関研の試験は受けてないんですけど家で X のタイムラインをずっと見てましたやっぱ見てると一級に関しては 今回、前回に比べるとちょっと難しかったのかなっていう感想が多くて、準一級に関してもやっぱり例年通り満点阻止問題っていうんですかね、ちょっと難しい問題が出たりもしていたみたいで、やっぱり一級にしても準一級にしても一筋縄ではいかない難しい試験なんだなということを改めて感じました。私自身に関しては、次回、令和5年度第3回の試験で準一級を受験する予定です。令和3年度の 第3回回ののの試験でで、合合格格してていいるので2回目の合格を目を指すっていう形ですね。前回受験した時に自己採点の段階で188点で実際の得点も188点だったんですけど自己採点した直後の感想がまず2つあって1つ目があ意外と点数取れて良かったなっていうことともう1つがこれもう少しで190点だったな悔しいなっていう気持ちです。 でこの悔しいなっていう気持ちがずっと引っかかっていたので、今回再び準一級受験するにあたっては190点以上で合格するっていうのを目標に掲げています。準一級の合格点は200点満点中の160点です。一級と同じで8割ですね。 ただ普通に合格するだけであれば、準1級は市販の問題集のみで十分合格できると思います。私も初めて受験した時は、ほぼ市販の問題集しかやってないですね。準1級に関しては勉強法の動画も出しているので、あの気になる方はぜひ参考にしていただきたいんですけど、あのこの辺の市販の問題集しか使ってないです。 ただ今回の私のように190点以上で合格を目指すってなるとちょっとね市販の問題集だけでは不足なのであのプラスアルファで総子さんの資料とかあの一級レベルの知識を入れていく必要があります。ということで次の準一級の試験に向けてやろうと思っていることがこちらです。でまずは、 市販の問題集ですね市販の問題集は先ほども見せたこちらですでまず関係マスターこれ最近買ったばっかりのものですねでもう一つが分野別生成演習これは令和3年度の第3回の試験の勉強の時にも使ってたものです で、そしてこれが整備堂出版の本試験型問題集これも前回の勉強で使ってたものなんですけどこれって確か毎年改定されていて今私が持っているのが、えー、21年度版なんですよねで、2年経ってるのでちょっと買い替えようかどうか今考え中ですただ毎年改定はされてる割には中身があまり変わってないっていう話もよく聞くので、まあ、ちょっと本屋さんとかでパラパラ見てみて あのどうしようか考えます。えそして最後にこれ過去問ですね。過去問をやりますえ。ここまでが初めて受験した時と同じですね。ただ普通に合格するだけであればあのここまでの勉強をもう完璧にすれば十分合格できると思います。で次からが高得点合格対策ということでやることなんですけどまず総合さんの準一級を見出し語と常用を見出し語。 これは一級の勉強の時にもやったのと同じですねそして次に関検漢字辞典に載っている準一級四字熟語と常用四字熟語これもちょっとさらいたいと思います準一級四字熟語に関しては漢字ホリックさんが動画出してくださっていて一級の勉強の時もすごくあの活用させていただいたのでそちらを利用しますで、常用四字熟語については一級の時は そうこさんの「常用四字熟語800チェック表」っていうのを使ってたんですけどなんか昨日の試験だとそ,のそこには載ってないようなすごく簡単な四字熟語も出されたらしいんですよね。簡単すぎて逆に難しいみたいな感じだったのでそういうものまで出てくるってなるとこの四字熟語辞典さらっと全部目を通さないとダメかなとか今ちょっと色々考え中ですそして最後にネット上の模擬試験です。 これは余裕があったらっていう形になるかもしれません。初めて受験するときはあの、こういうネット上の模試って一切やってないんですけど、あの結構あの難易度高い問題作ってくださってる方がいるようなので、勉強になるんじゃないかなと思って、ちょっと勉強の後半で時間に余裕があったら、それも解きたいと思います。ここまでが純粋に今回の準1級のためだけの勉強です。 で今回はこれにプラスアルファで、えー、次の一級の試験に向けての勉強も少し始めました。それがこちらの二つです。定筆さんの古事ことわざ二千三百九十と熟字くん当て字二千百八十四。 こじこと技については、準1級以下の内容も含まれているので、まあ、今回の準1級試験にも役立つと思うんですけど、熟字訓あて字については本当に1級のための対策ですよね。準1級では熟字訓あて字って基本的に大問としては出ないので、 で、どうしてこの2つの分野今回早めに始めるかっていうとえ前回1級の試験を受けた時にあの明らかにこの2つの分野が苦手分野なんだなっていうのがえ分かったからです私は1級の勉強をしていく中で結構優先順位つけていろいろやってきたんですけど小児ことわざと熟字く当て字についてはもうずっと後回しにしてきましたこの2つのためだけの勉強っていうのを やったことがなくてとりあえず模擬試験とか問題集とかで出てきたものだけを覚えようっていうことでずっとやってきましたでその結果最後に受けた1級の試験が令和5年度の第1回の試験だったんですけど、まあ、どちらもそんなに難しい問題ではなかったみたいなんですけど合格者の平均に比べて私の。 点数ちょっと低いと思いますこの熟字訓当て字に関してはあの早めにやったところで忘れるのもその分早いのでやるかどうしようかすごく迷ったんですけどおそらく一級メインの勉強に入ってからだと熟字訓当て字のためだけに時間を割くっていうのが難しくなるんじゃないかなと思って早めに始めましたあの新しくインプットするのは時間かかるけど復習だと早いですよねなのでインプットは 今回の準一級の勉強と並行してやって、一級メインの勉強に入ったら、まあ、こまめに復習を入れるっていう形で、特定につなげていけたらいいかなと思っていますえ。次の試験までに何をやるかっていう話はここまでで、え最後にえこの1週間でやった勉強の進捗報告、いつもの内容ですね。それがこちらです。え関係マスターの A ランク問題すべてと、え定室さんの小事ことわざ225号、 それから熟はデジ300号をやりました関係マスター最後の付録を抜き取ると厚さがこれくらいなんですけどそのうち A ランク問題っていうの約半分ぐらいありますねこの半分ぐらい。 ここれ1週間ででやりききることができました。初めて順1級勉強した時はとにかくわからないことだらけだったのでこの A ランク問題やりきるだけでもあの何ヶ月もかかってたんですけどさすがにですね今回改めてやってみたらわかる問題の方が多いのでこうさらっと半分ぐらいまで進めることができました。 久々に順一級の勉強をしてみるとすごく楽しいですね。順一級」だと読めるし意味もわかるけど書こうと思うと難しいっていうものが結構あるんですけどそれをこうさらっと書けるとですねすごく気持ちよくてて楽ししいいなって思いなっ思がらやりましたえ。各分野の正答率も出したんですけどちょっと面倒くさいので今回省略しますただ100%正答したっていう分野は一つもありませんでした 92%から98%の間ですね。A ランク問題といえども、あのちらほら難しい問題も混じっていて、あの全て正解できたっていう分野はなかったです。あとは単純に私が準1級レベルの漢字を忘れてしまっているっていうのもあります。 ここ最近は発見の勉強ばかりしていて漢字の勉強ってほとんどやっていなかったので、まあ、単純にあの知識が曖昧になってきていて間違えたっていう問題も結構あると思います。 提出さんの故事ことわざと当て字については、難易度の低いものからインプットを進めました。あの四角い1っていうやつからですね。知ってるものも多かったので、今回結構早いペースで進められたんですけど、先に進むにつれて知らないもの増えてくると思うので、こちらの2つについてはですね。だんだんこう進むペースが落ちていくんじゃないかなと見込んでいます。 ということで、この1週間にやった勉強の報告は以上ですえ、次の1週間もあの同じような内容ですね。関係マスターについては、b ランク以降の問題を進めてえ、提出さんのことわざと当て字については、あの続きのインプットを進めていきたいと思います。それでは今回の動画はこれでおしまいです。